do want to remind you all that while you are getting in your generous donations for the Prevent Cancer Foundation, that we はい、お待たせしております。では、お次のゲーム、ダークマン 2% ですね。こちらの方もですね、解説の方いらしております。こちら解説カルミナさんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今晩2度目になりますが、ダークメムではありません、ダークマンです。ダークマンというのはこれ映画ダークマンのゲーム化作品というふうになっています。映画のストーリーなんですけれども、人工皮膚の研究をしていた主人公のペイトン博士がギャングに襲われて全身に大やけどを負ってしまいます。で、その復讐のために不完全で光に当たると99分しか維持できないという彼の研究の人工皮膚で変装して自分を襲ったギャング一味に復讐していくという内容になっていますというプロットが背景にあるので、各ステージでは基本的にボスに偽装して戦って、で、この偽装が剥げないうちにステージボスを倒すという形式になっています。なので時間制限があるステージが多いです。で、ギャングの罠にかかって最初には倉庫に捕まってしまったダークマンことペイトン博士が、脱出するところからゲームがスタートします。なんかね、ちょっと話がデッドプールに似てるなーっていうふうに思うんですけども、この映画のダークマンの公開は1990年で、デップちゃんがマーベルコミック、映画じゃなくてマーベルコミックの方に初めて登場したのは1991年ということなので、パクリなのはデップ、なんか窓の外に赤いパンツかぶってる人が一瞬見えた気がするんですが大丈夫ですかね。同じような話がたまたま同じタイミングであったと。アベンジャーズとは全く関係がない感じだと思います。たまたまね、時期が近かったってことなんで、ただストーリーの展開ちょっと変わるのでね、ゲームの最後まで見ていただければ、あ、ちょっとそういう違う内容になるんじゃないかなっていう、こういう内容で違うんだなっていうのを分かるような作品になっていますですね。基本的にこういろいろそのストーリーに沿った動き方になるんですけど、 RTA なので当然いろいろ飛ばした結果そうだっけってなるようなシーンが出てきます。まあ、おおね、そんな内容のゲームになっています。ストーリーはね、ちょっとかっこいいんですよ、普通に。原作はダークマンですからね。ダークメムがどっかにあるかもしれないけど。So joining me, I'll have Prosencha and Konden. Wow, it's been so long. 奏者のニッセルなんですけれども、このゲームのワールドレコードをお持ちです。ですので、かなり効率のいいプレイが見られるんじゃないかなと思います。これ、ストーリーを押すとこの話が、今の説明のところをしてくれるようになります。なんか、こういう感じなので、ちょっと古いアクションゲームっていう感じではあるんですがね、そんなにこう、個性ゲーとは言いますけど、ストーリーが個性的ではあるんですが、じゃあ、そんなにこう、ゲームの方ではないんじゃないかと思うんですけど、どうなんでしょうね。ということで、このタイトル画面にいるのがそのペイトン博士、ダークマンです。2、1、スタートです。ペイトン博士、ギャングの倉庫に閉じ込められてしまっているので、まずはそこから脱出することからスタートします。ワンステージ短いです、割と。で、ここはなんか脱出というかみだくじみたいなコーナーになっています。で、バーッと降りていって、マップをきちんと理解していれば割とすぐ終わります。シナリオ開始だと結構長いんで、多分ロードの時間のいろいろラグとかがあるかもしれませんね。で、こうやって進んでいきます。実はここで一つ回収をするものがあります。それはカメラです。というのも人工皮膚で、ただ人工皮膚になるだけじゃなく、ミッションインポッシブルみたいに変装ができる、すごい出来のいい人工皮膚なんですね。なので、それを変装に使うためにカメラをここで回収するというストーリーになっています。
I don't think I've ever seen any. 落としてしまえばね、敵は死ぬんで一発で。落とすの大事ですね。No, it's a dark show. It's a dark man.Well, yeah, a deathless run can actually give you a world record almost. でここのあの敵をザラッと落とすというのはあの対応していきます。でここなんですけれども、変装のために、今左上の窓に映っている赤い服のちょっと太っちょのおっさんの写真を撮ってでよりあれ完璧なかあの仮想のマスクを作りましょうっていうところなんですが時間かかるのでもう適当にフィルムを消費しておしまい。ということで、あの出来は非常に悪いものになってしまいましたが、RTA なんで問題はありません。ということで変装しました。で、セントラルパークというところにやってきたんですが、どこのセントラルパークなんですかね。これかなりこう危ない感じのセントラルパークになっております。セントラルパークにあんまり丸のことが置いてほしくないんですけどね、子供が間違いなく気がしてしまいそうな、あ、びっくりした。And not very fast on, 一応あそこだけ FPS 要素なんですよね写真を撮るところ RTA では全然活用しませんけれどもなんか爆弾しょってたりすごいあの治安の悪いセントラルパークなんですけどもこれはあれですかねあのドワーフが来たニューヨークのセントラルパークですかねいやニューヨークって危険な街ですね東京と負けず劣らず危険な街このおっさん変装してるので元イケメンの包帯だらけの顔の男ですこのピンクのあの上着のおっさんは本ステージのターゲット名前は、トーリーというそうですね、この人に変装して、ギャングの間に入り込んで、であのコーリーを始末してしまえと復讐をしようという話なんですが、なんかギャングのところに変装して入り込んでる周りには、割と普通にバンバン相手殺してるという、ちょっとその辺が、ユニークゾーンに入ってる理由かもしれません。これ、完全にベトナム戦争帰りですよね、この人ね。爆弾背負ってますからね。セントラルパークもしかしたらアスレチックで非常に人気があるのかもしれませんあでこれで右側にいるのが本物のポーリーです彼に対して復讐を果たし変装を解いて本ステージはクリアとなりますでセントラルパークを抜けたところあのギャグの矢玉のデュランというのが、ヘリで爆弾を落としてきましたグレネードなので逃げるんですけどなぜかそのヘリからあの繋がっているロープに捕まって逃げるということになっています。なんかそれギャングさんそれは紐を引っ張れば捕まえられるんじゃないでしょうかって思うんですけどなぜかねそれをやらないでずっとしかもアイテム回収してるっていうステージです。で、お金を集めながら移動していきます。We didn't hear any Bree. Come on, everybody forgets Bree. 時々鳥が飛んでるの可愛いなと思うんですけれども、そして無事に逃げ切ったんですかねあれね、逃げ切ったのかなんか逃げ切ったっぽいので、次はスマイリーという男、写真を撮ることになります。スマイリーはね、この左下の、ちょっと痩せ気味の男だったかな。ちなみにこれですでにギャングのボスも何箇所が出てます。どの人がギャングのボスかっていうのをちょっと想像してください。で、今回もフィルムは無駄に使ったので、変装の出来は非常に悪いですが、まあ、短時間でね、行ってしまえば問題ないんでね。で、この人がなんかカーニバルの出し物小屋に入っていったぞっていうのを見かけたので、追いかけてカーニバルの出し物小屋に入った結果がこれだよ。ということで、なかなかこう賑やかな画面で、この今変身した最後の青いコートが本来の主人公の格好なんですね。で必ずここで変装をして、進むということになります。変装は怪しまれないためのはずだと思うんですけれども、なんか怪しまれようが内緒があまり関係ないみたいな戦いになってますね。で、これが、その
敵のスキップです。And that's because the way the knockback works is that it's based on you on your character, not the one getting hit. So if you face left when he gets hit by your ここもあの阿弥陀くじがまた始まります。これは多分 RTA とかでは多分ね時間を短縮しやすいポイントなんでしょうね。すごいワンステージが非常に短いのでテンポがいい感じです。で無事脱出に成功したので今度はシュマイリーという男を捕まえに行きます。シュマイリーという男ちょっとあのニートが悪いおじさんがいると思うんですけれども、本当は写真撮らなきゃいけないけど今回も写真は撮りません。なので亀の歴は悪いからしょうがない。お原作見てる方いらっしゃる。そして上手には変装はできるんですね。そしてスマイリーはチャイナタウンに売り上げを集めに行くみたいなのでチャイナタウンに追いかけていきましたっていうのはなんかチャイナとジャパンと忍者といろいろいても、本当にこれチャイナかなっていう、まあこの時代のねチャイナタウンのイメージってすごい怪しくて汚い、こう、エキゾチックな犯罪の総数みたいな扱いなので、大体こんな感じになるんですよね。全部ごっちゃ混ぜです。チャイニーズ忍者ですよ。ちょっと建物はチャイナっぽいけど、シーサーみたいなのいるし。そして、チャイナタウン、ロケット、ランチャー飛んでくるんですかね。なんか初めてそんなチャイナタウン見たんですけれども、なかなか味のあるチャイナタウンでございます。ただ忍者を避けながら、スマイリーを追いかけるとここにいました。まあね、チャイナタウンなので、ここはカンフーで倒しましょうということで、はめていきます。で、ここで倒して変装を解いて、本ステージはクリアです。で、よし、倒したと思ったら、またギャングの親玉がヘリで追ってきました。やることは一緒です。ずっとこの高さを確認して物に当たらないようにしながらアイテムを集めるという。なんでギャングの親玉はこの親玉はこのロープを外さなかったのかなって突っ込みたくなってしまうんですけれども、またこれです。全くやってることは同じです。誰も避けようとしないというね。Absolutely. Well, I did want to remind everybody that we are still trying to unlock the Daniel Gamer. 無事逃げ切って今度はそのギャングの親玉デュラン本人をに変装して逃げ込む追いかけようという話になります。親玉すごくわかりやすい格好をしています。相変わらず写真はね無駄遣いするんですけれども、一瞬今左上に映ったかな。結構ちゃんとした格好に、おしゃれな格好をしているのが、これですね。このスーツのおじさんが敵の親玉デュランです。で、ここはデュランが、作っている高層ビルの、中なので、その高層ビルに隠れてる、デュランを追いかけに来ますけど、なんかあれなんかバグりましたかね。今止まりましたね。ちょっとそういうのが時々あるみたいですね。普段からこれ遊んでるんだけど今みたいなバグありますっていうふうに奏者さんがおっしゃってました。バグで止まっちゃったんです。エレベーターが動かなくなって、建築中の、高層ビルにしてはなんかタレットがあったりとか、なかなか。あと敵が何こう建築作業員なのがリアリティがあるというか。またなんかバグ起きてますね。バグが起きてベーゴンオーバーになってしまいました。これはリトライできるのかな。ダークマンじゃなくてサッドマンだって言ってましたね。
But still, it, like, this is based off of the RoboCop 2 engine, which also came out on NES. It was a lot slower, though, but it shares a lot of similarities. They just really upped the action in this as well as, like, for better or for worse, this runs much faster. 今ちょっとこのゲームに使われてるエンジンの話をしてるんですけども、少し遅いけれども、非常にいいエンジンだということで、なんかサスケみたいなシステムも出てきましたけれども、こういうのを駆使して、なんとかデュランドを追い詰めたいと思います。というわけでまたアミダクジ、上向きアミダクジが始まりました。It's full of surprise when you play it casually, so... You will be so angry at これちょっといろいろとあの問題も多いんだけど、あ、落ちた。いろいろ問題も多いゲームだけれども、やってるとすごい楽しいし驚きがあるよ、というふうに勝者さんもおっしゃっていました。You have to... Oh, I don't know. It's got the issue where if you run for just a little bit and then try to jump, you move like a few pixels to the side. But if you run for...A quarter of a second and then jump, you fly super far. It's just very difficult to get the speed that you want. Yeah, plus the collision is only like the front foot of the character. So in terms of visual cue, yeah. これが確か最終ゾーンだったかなと思います。敵をこうやって倒していきます。もう変装とかほぼ解けそうな感じになってきてるんですけれども、こうやって、敵を必要なところで倒して越えながら行く感じです。で、これを、銃で撃って、ノックバックで落とし、左に行くと、もう一人、これは一発でノックバックできました。で、ここで、ボスのデュランドがいます。このデュランドを倒せばいいんですけど、なんかね、ここね、バグっぽいんですよ。一瞬で死にましたね。ということで、無事復讐を果たした、アフトのドラマデュランを果たして、ペイトンは無事復讐を果たしました。ただ、彼はもうかつての自分に、戻れないほど人格も人生も変わってしまったので、闇に潜む復讐機ダークマンとして生きていくのでしたというストーリーで、あれですね、デプーちゃんは彼女がいたから割と幸せな感じになりましたけれども、ダークマンの方は彼女から振られてしまうんですね。なので彼女いるいないで人生変わっちゃったっていうちょっとストーリーの違いになります。ということで、記録12分43秒で終わりました。お疲れ様でした。いいでした。結構ね、ストーリー面白いし、ゲームとしても多少引っかかるところはあるんですけども、このゾーンの他のゲームに比べたら普通に、振られたって話すいません。映画で出てきます。映画では、実は、姿が変わってしまったフェイトを彼女が見つけてくれなかったので、別れてしまうっていう流れになってます。悲劇です。まあ、個性薄め、他のゲームよりは個性薄めという感じで非常に味のあるゲームだったと思います。以上、ダークマンでした。はい、ありがとうございました。何か個人的というか、ご自身何か宣伝などありますか？私は特にないです。はい、でもぜひ、まだまだね、続くので、お楽しみいただければと思います。はい、では、ダークマン解説、カルミナさんでした。ありがとうございました。お疲れ様でした。失礼します。はい、失礼します。$1,000 to go, but we also only have about 30 minutes to make that. So please do get those donations in. Lovely.